どうもどうも、おくチャンネルだー。ここなんですけども、1936回ロト6回の動画やっていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、珍しく木曜日に来たね、キャリーオーバーありがてえというね、気持ちのいい感じで、挑戦できるようなという話でございますが、まあ、このあたりね、解説をさせていただくんですけども、まあ、最近ちょっとね、自分の中で変化があって、僕自宅から駅までだいたい15分ぐらいあるんですよね。で、ちょっと小走り、ちょっと汗かくような、電車の中で汗拭かないといけないよなっていうようなぐらいの速度感で歩くと、だいたい11分か10分ぐらいで行けるところなんですよ。でも今年夏めちゃくちゃ暑かったじゃないですか。だからもう無理だなと思って、駐輪場が駅前のところを契約するのに、だいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらい待たないといけないというふうに聞いていたので、まあ早めに申し込みさせていただいて、抽選が当たって、まあ無事に契約することができたんですけど、なんかまあまだ乗り出して5日か6日ぐらいなんですよ。まだ全然その自転車通勤の初心者なんですけど、あのね、この間見たら前輪パンクしてやがるなと思って、誰かなんかやりやがったなってちょっと思ってしまう節あるじゃないですか。でも実際は自転車屋さんに修理出すと、まあ虫ゴムがちょっと古くなってたんで、多分エアが抜けてたんだと思いますよみたいな程度だったんですよ。だから誰かこうぶっ刺しやがったんかなというふうに思ったんですけど、まあでもこの不思議な話で、宝くじもそうなんですけど、当たらなかったらとか、なんか自分に不幸起きたら誰かやったなって思うじゃないですか。でも実際はそうじゃなくて、自分自身の問題だったりすることを、見ないようにねしちゃうっていう、こうそういうの受け入れがたいわけじゃないですか。でそういうことを結構やってる人が多いかな、自分もそうだなっていうふうに思ったので、まあたびたびね、なかなかと、まあ毎回似たようなこいつ解説しやがってみたいな感じで思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、実際はまあ最新回の情報を入れた部分の解説させていただいております。そして選ぶべき数字というものは何なのか、当選する数字とは何なのか、どこに答えがあるのか、これが私の解説動画の中にあると思っておりますので、早速ね、解説動画やっていきたいと思います。即戦金、はい、行きましょう。最近の傾向なんですが、こちらでございます。1926回から1935回の10回分捉えております。で、一応ここから得れるべきものだけをしっかり得ていこうぜということで、ここに全ての答えが詰まってますが、そんなことはありえないんですよね。残念ですよね。もうここだけで分かったら最高だよねっていうふうに思う方多いじゃないですか。ね、そのために私が来ました。はい。まあ、こまごまと、しっかりと解説はさせていただくんですが、この10回の中でどうなんだいと言われると、まず、あれ回というもの、そして普通回というもの、この2つあると。で、これの、ちゃんと、住み分けをした方がいい。どういうものがあれ回で、どういうことが普通回なのかということを、まず学んでいきたいなというところなんですが、まあ、人によって定義はバラバラなんですけども、私の定義としましては、あれ回というものは、同じ桁のものが3つ以上出た場合、それをあれ替えだよというふうに呼んでおります。その理由は、6つ選ぶゲーム。43個の中から6つ選ぶゲームやってるのに、その半分が同じ桁だったら、ちょっと買うとき躊躇しませんかっていう話なんですよね。はい。なので、まあ、そのあたりをちゃんと理解して、まあ、捉えていくと、まあ、要はあれ替えはじゃあ同じ桁の3つもなんだと。じゃあ、今回普通回来るよね、来るんじゃないかなっていう山を張るときに、じゃあ普通回ってそもそもどういうものなんだって考えると、同じ桁のものが2つまでというふうに決めておけば、そもそも論買い分けができると。ただまあもちろんなんですけど、どれぐらい起きてるのっていうのを見ていかないといけないので、ここの表から見ると、あれ買いというものは 40% の確率で起きてますよ。10回中4回起きる現象なんだよっていうことが分かってくると。で、さらに深掘りしていくと、こちら。はい。どの桁で何回起きてるか。20で1回、10で2回、1で1回でございますということで、今のところまず分かっているのは、40番台、30番台で起きてはいない。そして、20、10、1の桁で起きてる。そして、どれが一番太いかと言われると、10なんですよね。10の桁が、まあ結構今は要チェックだよと。3つ並べるんだったら10の桁の方が一番いいんじゃないというふうなことがわかるんですが、まあただ、
これはあくまでもこの10回分であって、じゃあ100回分とか1000回分で撮っていくとまた違うんだろうなとは思っているんですけども、まあ生き物ですからね、結構頻繁に変わるので、まあ今の流れを見ると10が一番、3つ並べるにあたってはふさわしいんじゃないかなというところでございます。でさらに深掘りがこちら、はい、で上と下で数字出てると思いますが、まず上の方を説明すると、10回中何回出てますか、何個出たとしても1カウントさせていただいていて、どれがでよく出てますかって考えると、1が9回、10が9回、20が8回、30が6回、40が4回だよねという話でございます。ここを見ると、じゃあ手放せない数字、いわゆる全部カットするの怖いよねってなるのは10と1の桁ですよね。で片や一方で40番台っていうのは10回中4回しか出てない、あれかいと同じぐらいの確率だね、あんまり出ないよねっていうふうに思うのは40番台なんですね。はい。で、さらにそれの深掘りしてるのが下なんですよね。で、下に書いてあるのが、まあ、何の桁が何回出たかっていうのは上と同じなんですけども、その横に書いてる番号っていうのが、1個しか出なかった回を示しております。で、それを見ていくと非常に面白いことがわかるんですが、何がわかるかというと、何パーセントって書いてるところのパーセンテージ多いところって1個しか出てないことが多いということで考えると、まず40番台、これは非常に面白いですね、4回出ているんですが、そのうち3回は1個しか出てない、つまり 75%、ね、75% の割合で1個しか出ない回が多いんだよ、それが40番台だよということがわかると。じゃあ続きまして1の桁、9回出ているんだが、その中の6つ、6回は1個だと、つまり 66% だとっていうふうに考えると、基本的に僕たちやってるゲームって43個の中から6つ探すゲームではあるんだが、ただ実際問題逆を言うと37個の出ない数字を探していると言っても過言ではない。そう、つまり僕たちやらないといけないものは43という分母をできるだけ少なくした上で購入することが当選確率を高めることじゃないのという話になるんですよね。ってなっていくと、一番手っ取り早いのは1つの桁、1でも10でも20でも30でも40でもどれでもいいです、とにかくバーンと切ってしまう。これがめっちゃ楽なんですよね。じゃあそう考えていくと、1個しか出ない可能性高いのっていうのは40番台、そして1番、1の桁ですね。このあたりをカットしていけば、もしかしたらいいんじゃないと。ちなみに、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ね、9個ですよ。1の桁。で、プラス40、41、42、43ということで、13個の番号をカットしたら43個だから残り30になるじゃんと。じゃあ30の中に6つあるじゃんと。ミニロトより簡単じゃんみたいな風に、まあなるわけですよ。要は母数をどん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 減らす、確実に減らすことができればいいわけだから、まあ厳密は難しいんだけども、ひとまず楽な方法ってどれですかと。全人の何かの桁ボンってやったら9個から10個は減るわけじゃない、40番は除いてね。で考えると、40番台って実際は1個しか出ないことが多いわけですから、まあそれはもうマストで組み込むとして、他でじゃあどうしますかって、ね、今の流れとしては1の桁ね、これは結構カット対象だし、逆を言うと10はやばいですね。この9回中で、1個しか出てないと2回しかないから、そう考えると、まあ、2つ以上組まないといけないのは10番というのはもうこれは明らかだというふうに、まあ、いろいろ見え隠れしてくるよねっていうところなんです。こういうことを知っておくと結構いいんじゃないと思っております。はい、行きましょう。全開催分の出現ランキングなんですが、こちらでございます。ちなみに、ロト6はどれくらいやってるか知らない方多いと思うんですけど、20年ぐらいの歴史があるよというところでございます。で、こちらの表に関しましては、私、こう、縦にね、まず分析かけたんですけど、要は一番先頭に出た番号を何番出ても1列目と。で、それから6列目もありますよと。で、要は何を知りたいかというと、どんな偏りがあるんだ、どこの列が簡単で、どこの列が難しいんだっていうのを知りたくて、出しているんですが、一応ここの、白色になってるとこっていうのは出現0回なんですよね。20年やってる。
って考えると白色が多いところが偏っているので 1,2,5,6 ここは偏りがあって 3,4 は難しいということが分かってくるので、いわゆる1列2列5列6列ってある程度絞り込みできるんじゃねっていうふうに考えることができますし、逆に 3,4 列目でめちゃくちゃ難しいよねっていうことが分かると。でさらに4列目のこう悪夢をねぜひ知っていただきたいんですが、一番先頭番号って本来出る可能性はあるのは4番なんですよね。4番なんですけどこれ出てないです。つまり 1,2,3,4,5,6 という神がかった一番小さいミニマムの組み合わせ、これはもう悪手だということが分かるし、逆もそうですね。1列目が38から始まって一番最初43,38,39,40,41,42,43、これもないんですよね。じゃあ実際問題どれぐらいで大きい方で言うとなんですけど、4列目の41が出た時があります。これは20年やってても1回です。全然出ないと言っても過言ではありません。まあゼロではないので出たことあるから、まあ、100% ないよとは言い難いんですが、起きたとしても本当に久しぶりご無沙汰ですと、あなた誰ですかぐらいの感じの超久しぶりなんですよね。で考えていけば、まあ、4列目で例えば4番選ぶのっていうのはまあもったいないし、でかつ4列目も同じで41選ぶのも、もったいないというふうなことが考えることはできるんですが、まあひとまずですね、要は列ごとに分析かけていって20年やってるわけですから20回出現しているもの、そしてしていないもの、でこう分裂させた場合20回以上の方が当たる可能性高いんじゃないというのがこちらなんですね。出現濃厚エリアと呼んでおりますが、1列目は16個、2列目は23個みたいな感じでいろいろ書いてありますが、まあ、ひとまずここから選べば安パイだよねとマスだよねとど真ん中ストレート直球だよねというふうな風に、まあ、考えてます。で実際ここから出てること多いです。ただでもここの中でもとはいえ難しいじゃんってなるんで、どれを選んだらいいのっていうのがみんな知りたいわけです。僕も知りたいですし、どこに答えがあるんだろうというふうに思っているんですが、ひとまずじゃあこちら、はい。でこれちょっと赤色の表なので赤い表と呼んでおりますが、全開催分の出現の、列ごとのトップ5なんですよね。そうだから上位の数字だけで実際前回当選番号ってあったのかないのかっていうのを調べたいなと思ったので、実際問題なんですが、ある番号というのは38、17、40の4等しか狙えないんですよ。こんなにデータあるのに。つまり前回最後の実際流れじゃないよねって、今じゃないよね、そうじゃないよねっていうことが分かってくると。ちなみに前々回で66、27、41、そしてボーナス30の4等なんですね。だから4等ライン狙いたいんだったら全然ここでいいよと。でも難しいよ、選ぶの非常に難しいですね。1列目の3位、そして1列目の2位にボーナス数字があって、2列目の8位、そして3列目17は1位です。で、6列目の4位があるということなんで、こんなの選べますかってちょっと不可能に近いよねっていう風になるんですけど、一応これはこれで指標として使っていきたいなというところで中身見ていくとこちら。はい、32個の番号で構成されていて、ここにない番号っていうのが11個ございますよと。で、本来の考え方であれば、要は母数を減らすゲームだから、上位ランクに入ってないものを全部どけてしまえば、結構激アツの展開になるんじゃないという話ではあるんですけど、実際問題まあ今ここで流れではないので別指標も見ていきたいなと思っております。はい、行きましょう。トレンドの出現ランキングでございます。直近10回分だけを調べてます。こちらでございます。はい、で、非常にすっきりしていて白色が多いところで、それは当たり前だよ、なぜなら10回分だからっていう話なんですが、まあここはここで見ていただきたいところがありまして、まずまあ表をちょっとでかくさせていただいておりますが、4列目の20が3回出ていて、で、他のところって3回以上出てるものってないんですね。で、ここから推測するに、まず単純の表を見ていただければ分かると思いますが、10回中10回同じ番号出てるよっていうのはないんですね。まずない。じゃあ今最大値どれくらいなんだろうっていうのが先ほどの話で4列目の、20番ですねが3回出てるよということでございますから、列固定で何かしらか番号を固定している方がもしいらっしゃるのであれば、固定番号の変更タイミングが今の流れってどうなんですかって、3回がベストだというふうに考えることができますし、この表ぜひ横にも見ていただきたいんですが、横に見ていくと
実際問題ですね、結構多いところで申し上げますと、20番は3列目でも1回出ているし、4列目で3回出ていると、合計4回ですと。で、10番とか、他の番号もそうなんですが、まあ、大体見ていると最大マックス、まあ、平均値は3回なんですよ。そのちょっと多いねっていうのが4回なんですよね。って考えると、列関係なく固定番号を貼るのであれば、今のところはベターなのは3回ヒットした場合変更した方がいい、列固定の場合は、同じく3回ヒットした変更した方がいい、つまり3回ぐらいで変えた方がいいと。で、まあ、4回ヒットしてるのも横に見ればあるんですけども、そこってまああんまり狙いにくいよねって、でも大体3回ぐらいだったらマストじゃないというふうに考えるので、固定番号の変更タイミングがあなたが選んだ番号、その番号が3回ヒットした場合も次からは変えた方がいいというふうな戦い方をする方がいいんじゃないかということがわかると。で、さらに同じくなんですけども、こちら、はい、トレンド10回の、要は上位の数字だけっていうのが、まあ、3位までしかないんですけど、ここを見ていると、同じくなんですが、まあ、色が変わってるところが前回の当選番号で、ここから前回の当選番号ってどれぐらいあったんだろうって考えると、3、8、12、14、17、40、そしてボーナス2ということで1等いけたんですよね。1等いけた。つまりどこに答えがありますかという話をすると、間違いなく今はトレンドが絶対そうなんだと。ロト6はトレンドです。トレンドの中に答えがあります。どこかしらかあります。というふうにもう皆さんインプットしていただきたいところです。必ず出ますと言いたいところではありますが、出ない時もあるので怖いんですけど、ちなみに前回だったら13、16、20、27、41、30、前々回ね。の、2等はいけたということで、まあ、高額当選を狙えるラインはあるし、ここの中にどういう風に選べばいいかわからないんだが、確実に答えはあるよという風な、感じになっているので、そこからまあ番号を上手に選ぶか否かというところが非常に問題になっていると。で、ちなみに前回ね、月曜日分からはどうだったのかというと、ちなみに1位、2位、3位から一応まんべんなくは出ているんだが、3位からは少ないと。で、1位からが多くて2位がちょっと少なめ。って考えると、現状、前回の流れを組んでいくとなんですが、まあ1位から選ぶ方がいいよね。なんでだって言ったら番号多いからだよと、いうところです。だから2位張りっていうのはちょっと今回違うんじゃないかなと。で、特に3位とかもね、もう、その出ないんじゃないとは思っております。で、この中身どうなのかっていうのがこちらでございます。はい。ああ、もう素晴らしいですね。33個の番号で構成されていない番号10個もありませんと。いいですね。10個減らせるって最高だよねと、いうところではあるんですけども、まあとにかく母数削るゲームにおいて、母数をどう削るか、どう正確に削るかというのを、じゃあ先ほど申し上げた全開催分とトレンドどっちを、使いますかっていうと、絶対トレンドツルタンってなるじゃないですか。ただトレンドを使えばいいというところでございます。で、下には書いてある削除してはいけない数字っていうのも結構13個あるんですけども、ここに関しましてはまあ、表を戻させていただくと、5という番号は、1列目の2位だし、2列目でも2位だということで、どっちかに出ることが確率高いよねって考えると、ちょっとカット対象としては怖くないかというふうに、番号を、もうとにかく母数減らす作業をやっていけばいいんじゃないかなというふうに思っております。そしてトレンドの面白い表なんですが、こちらでございます。で、これは、出現、回数に応じて順位をつけたもの、順位を番号の下に載せている表なんですが、で、前回どうだったのって言われた2位、1位、3位、1位、2位、2位ということで、まあ、1位は2つあるんだが、2位と3位から結構で4つぐらい出てるよねって考えると、1位、2位、3位の中から番号を選べばいいやんってなるわけじゃないですか。じゃあそれがこちら。はい、具体的に示しているのは1位が11個あって、2位から3位が15個あって、で、かつここに載ってない番号がここ下にありますぜという感じでございますよね。はい。まあ要はどこから選ぶかっていうのは非常に重要なんですけど、1位だけってないので、そう考えたら2位、3位でしっかり貼っていた方が、まあいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、きました。変化法での出現傾向なんですが、こちらでございます。直近4回分ですね。まず見ていて、まあ、よく出てるねっていうのは50、20、23、29。出ていないねっていうのは34、35ということで、これね、あんま実は前回と変わっていなくて、まあ、
動き的にはまあちょっとこう滑らかなムード、その現状維持が結構続いている状態、そしてまあエアポケット数値が3つしかないので、この3つが的確に出ますよっていうのはちょっと言い難い感じはしてます。でさらにこちら、はい、で、両隣の数字ですね、ピックアップしておりますが、ここにない番号を見ていくと、こちら、40個の3個という形になっておりますので、まあ、ここからまあ、大まか出るんじゃないという形で考えると、まあ、まず主軸としては、この変化法を捉えて、で、かつ、さらにもうちょっと番号を減らしたいなってなったら、他のデータをピックアップして、まあ、どんどんカットしていくっていうのが、まあ、妥当な戦い方なのかなと思っております。では、最後ですね。まずは、削除してはいけない数字のおさらいしていきたいと思います。こちらでございます。前回の当選番号気をつけようねということで7つあります。でトレード削除してはいけない数字で13個あります。で最も重要な母数を削るにあたっての削除案なんですけども、こちらでございます。まず前回差分から11個、トレンドのトップ5から10個、トレンドの順位の削除見込みとしたら15個、で変化法から3つですよという形で、変化法が非常に少ないという状態でございます。はい、まあ、安牌論で言うと、変化法をまず主軸にした方が絶対いいんですよ。っていうのが、まあ、削除、カット対象が少ないから。で、あと、まあ、じゃあその次に参考すべきは、まあ、今回で言うと変化法ベースにトレンドを組み込んで、どんだけ減らしますかっていうのを、やればいいと思うんですけど、ただまあ結構人間って欲張りなものだから、43個という母数を、まず確実に3つ減らします。40個になりますと。で、そこから10個ぐらい減らしたら30個になるよね、というふうに、まあ考えることができればいいんですが、まあここからもっと減らしたい、もっと減らしたい、もっと減らしたいってやって、全部なんかこう妙な参考案を入れてしまうと結構滑ってしまうことが多いと思っておりますので、まあそこは皆さんちょっと気をつけつつ、まあ正直ね、13個を減らせたら十分じゃないとは思ってます。はい、まあ以上ね、こんな感じで解説させていただきましたが、まあなかなかね当たらないよなと思いつつ、そして僕の X、旧 Twitter の方を、見ていただいてる方もいらっしゃると思うんですけども、まあいろいろね、Twitter の方、ごめんなさい、旧、X の方でも、まあ情報発信したりとか、まあ関係ないつぶやきとかもあったりもするんですけど、まあそちらの方もちょっと重ねて見ていただくと、今後のそのメイン動画、このこちらね、見ていただいている YouTube 動画の進化過程なんかも見ていただけるんじゃないかなというふうには思っておりますので、ぜひ、登録の方をお願いいたします。はい。では皆様、まあちょっとごめんなさい。鼻がね、なんか詰まって、なんだろうな、最近調子悪いわ、体調悪いわ、もう暑いわ、もう大変パンクするわでついてないなと思ってるんですけど、まあこういう時にね、当たったりしたりすると、いやもう超嬉しいみたいな感じなので、まあいろんな意味で運気溜まってるのかなっていう時期なので、頑張って購入していきたいと思います。では皆様、当選結果の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。